さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ安坂です。今日のイカライフ動画はですね、もう予告してた通りですけれども来ましたよ、 S660 モデュロ X、まあ、バージョン Z が今ちょうどありますけれども、空力効果、足回りの効果、それらを確かめるべくで、今日は袖ヶ浦サーキットを走っていきたいと思います。こちらはノーマルモデルになりますね。これ S660 のアルファですよね。さあ乗っていきましょう。まずはもうノーマルなのでどんなフィーリングかというあたりですね。この後、まずは用品装着車に乗り、そしてモデューロに乗ります。今このコース僕一人だけです。あ、これが水撒いてあるって言ってたやつか。水撒いてある環境でも安心して走れるっていうのが、まあ、特徴です。要はモデューロ X の特徴としては、どのような環境でも楽しく走れる、まあ、コントロール性高く走れるというところなので、いや S6 やっぱね気持ちいいですよ。何が気持ちいいって、リアが滑りそうな時にこのねトラクションをかけてあげると落ち着くので、リアがそういう、なんだろう、アクセルワークで車の旋回をコントロールしやすいっていう、まあ、ミッドシップならではですよね。あれ、ここは濡れてないんだ。ほら、すげえ旋回する。しかしヘルメットがここ当たっちゃって頭痛い。もうちょっと潜り込もう。痛い痛い、これ痛い痛い痛い。決して嫌じゃないですけどね、半端ない気持ちいいですけど、これがどう変わっていくかっていうあたりだな。ちょっと電線切りたいな、電線切りたい、電線切りたい。スポーツモードにそもそもしてない。はい、スポーツモードにしました。このフィーリングからすると、うん、めっちゃ安定してます。アクセル踏める人だったら全然滑らないですよ。さあ電線切りたいけど、電線の場所どこだっけな。筑波アタックとかだともうこういうの全部やってもらってるので、遠赤乗ってもやっぱミッドシップなので、アクセルをある程度踏んどいたらずっと安定してるし悪くないですけどね。これはこれで僕は全然ありだな。あった、電子制御届くかな。よし、オフ。はい、完全オフ。つかみやすいですし、乗り比べたらいろいろとこっちの方がいいとか、いろいろパーツを変えたらあると思うんですけど、今現在で言った時に大きな不満って正直言うとないんだな。これで言うとすげえよく曲がるし、リア安定してますし、ここのウェットはやっぱ怖い、少しだけ怖い。全開で行くには少し怖い感じはします。あの辺りの接地感が増えてんだったらすごい。ほ
ら滑っても四輪が綺麗に滑ってくれるから全然そのね気にならない。ハンドルの手応えも鮮明だし何にも悪くないですよ。2コーナーのウェットがちょっと怖いぐらい。ああなんで電線効くの、今ドリフトしようとしたのに。さあラストラップ、ほんと綺麗に旋回しますよ。ここ全開でいきたいな。ウェット、うわちょっと怖い。あー全開全開ギリギリ、ちょっと怖いけど全開もうアクセルオフでフロントをギュッと入れたりとかも自由自在ですね。ほら止まっちゃうぞ、なんでドリフトしたいんだって。はい戻ります。ちょっと完全オフのやり方聞いて次から走ります。しかし新井さんのこの新型というか、僕が古いジェットエールなので、僕新井さんのあの新型すごいですね。ここのサポートがしゃべりづらい。まあこれ前から分かってた、だから僕古いのずっと使ってるんですけど、あれやっぱ棒体変えようかな、やっぱ新型にするより。棒体どこで入れ替えられんのかな。なんかさあまあ乗り換えます。はい、続きましてこちらは用品車になりますね。モデュール X と同じホイール、これ色違いですけれどもついておりますし、さらにはアクティブなスポイラーもついてます。あのモデュール X と違ってガーニーフラップはついていないですね。リアのこのバンパー形状とかはこれモデュール X と一緒ですよね。まあ用品車としてこれらの効果まずどんどん確認していきましょう。電子制御の完全オフはなんかできるっぽいような反応でしたけども、今日はそういうんじゃないっていうところで、さあ行きましょう。足硬っ。マジ1周目から全開なんですけど、今のところ全然ノーマルと違う。ディアの踏ん張り方が全然違う。あとこれね、モデュロ X 一般道で乗った時も思ってたんですけど、ホイール剛性も違う。ホイール粘るんすよ。あーでもフロントちょっと逃げやすくなったかな。あのリアの収め方が強くなった感じ、押さえつけが。可能ならドリフトしたいけど、そういう日じゃないってさっき言われたんで、はい。ピーピー言ってんのなんだろう、わからないけど、まあいいや。ちょっと待って全然違いますよ。車スポーツモード、あの何が違うって、最終コーナーもブレーキかけてないですから、今アクセルオフだけ。ここもめちゃくちゃ速いんだけど、やっぱ空力効果すごい。ここも何にも考えず全開ですよ。全開楽勝、安心感が全く違う。用品車でいいんじゃないですか。ここもウェットもさっきちょっと恐る恐るかなんかブレーキして、あそこってブレーキかけながら右旋回なのでちょっと滑りやすいんですけど、そこでウェットなので、でも超安心感ある。これモデュール X これよりも安心感あるのかな。全然食いついてる。さっきよりも旋回スピードが違う。しかしここでドリフトしたい。ほらこれほっといたらドリフトするんですけど、リアが滑りそうになったら電線が入ります。やべえ、すげえ運転しやすいっていうか安定感抜群。これねブレーキなしでアクセルオフだけですよ。これ
てない。全然違う、ノーマルと。すげえ楽。あとホイール剛性もちょっと違う。ホイールがちょっと動くって言った方がいいのかな、なんか粘り具合があります、ホイールの動きに。そのサスペンションがもう一個あるかのようなフィーリングですよ。すげえ楽勝なんですけど、マジで。すげえ、マジすげえ。これあのサーキットとか走る、ああ今いい感じに滑らしたのに四輪お仕置き入っちゃった。すっごい今頑張ったんですよ実は。あの電線が入らないぐらい前のタイヤと後ろのタイヤが綺麗に滑る分には電子制御ってあんまり入らないので、今それをトライしたんですけど、あの下り坂じゃないとそれできないんで、ここのコーナーでいうとそこだけなんですよ下り坂。ここでリア滑ってもすぐ前後の回転差検知しちゃうので無理なんですよ。下り坂の慣性使ったとこじゃないとそういう走りできないですけど、自由自在感が増しました。このホイールいい。
あのハイパワーな車だったら速度が出てるのでもっともっと手前からブレーキをかけるじゃないですか。ブレーキを手前からかけて瞬間的にギュッと落として、そこからブレーキを丁寧に戻した時にノーズダイブが戻ってくる時間があるじゃないですか。その時間使いながら綺麗に旋回できるんですけど、この車ぐらいが今のペースで言うとガンってかけたノーズが戻ってくる間もなくコーナー来ちゃうんで、なのでもうそういった場面では強いブレーキはかけちゃあかんっていう、まあそういう話ではあります。なんていうなんか運転の、はい、話になっちゃったけど、さあ最後モデュロ X ですよ。ちょっと楽しみですねこれ。さあこちらが今日の本命ですよ、モデュロ X になります。まあどういった効果が出るかというあたりですね、フィーリングどんどん確認していきましょう。
あの遠赤乗っても跳ねない、すぐ収まる。だから伸びでもちょっと逃がしてる感じ。これ乗り心地も良くなってますよ。これいやすごいわ、ほんとすごい、いい車。全然電線のおかげじゃなかった。ちょっと路面乾いてきたのはあるけど、にしてもすごい。すげえ速域が高い、フィーリング取りやすい。 S660 をこれから買う。でも高いよな、ちょっとな、それだけが。高いですけど、高いなりの効果はあります。もうエンジン音切れないでしょ。だからずっと踏んでるの分かると思います。すごいでしょ、ほんとすごいと思う。1コーナーも4速のまんまですよ。軽くブレーキを当てる感じで、遠赤ちょっと多めに踏んで、遠赤乗る時だけ少しだけハンドル戻してあげた方がいいですよ。あのフロント引っかかっちゃうので。まあでもそういうのもあのフィーリングで分かります。ちょっと引っかかったなって思ってすぐ戻してあげるみたいな。あれ戻さないとフロント引っかかってリアちょっとナーバスになる気配あるので。いやしかしすげえな。いややばいやばい、この速度域はちょっとねすごいです、すごいです。横に乗せてあげたい。もう3速だったらこれ前編なんて1回もしないですよ。シートもね実は結構いいんですよね。すごいここ支えてくれる。あとシフトノブのこの形状もいい、すごい手に馴染む。はい、最終コーナー、アクセルを数ミリ戻してまた踏むっていう、そういう話。すごいでしょ、ハンドル別にこじっても何もしてないですよ。普通に走れば勝手にバランスが取れちゃう。この車空力バランスもメカニカルバランスもいい。へー、お見事ですね。すごい走り込んで仕上げてる感じですよ。超楽、緊張感全然ない。ちょっとリア滑らそうとしたのに、やっぱもう滑らないな。いやーすげえすげえすげえとしか言えない。うん、あの足もすごい、足がすごいっていう印象の方が強いかもしれないな。空力だけでやってみたかったな。足の効果も、もう、このタイヤの縦バネとこの横方向のねじり具合と、ホイールが、まずタイヤのこの横のこのねじれ具合、ぐにゅっていう感じと、ホイールが若干逃げる感じの、歪むというのか、動く感じのホイールが、まずバランスが取れてて、その後、足のこの上下の動きのバランスがいい。縮みと伸びのバランスがほんと合ってる感じ。だからロールするときも伸びロール、縮みロールがビタッと合ってる感じなんですよ。なんか縮みだけが硬いとか伸びだけが、例えば硬いっていうと、ロールの仕方がちょっと重心点に対して伸びが柔らかかったら路面から離れてくロールの仕方するじゃないですか。縮みだけだと沈み込みすぎちゃって全部のタイヤが使えないって、あそっか、全部のタイヤを使うのがコンセプトですって言ってたな。足のほんとバランスも良くて、その上で空力の前後バランスも整ってるので結構無理が効く。すげえ、懐が深い、これ。前後のバランスが速域問わないんですよ。低い速度だろうが、ハイペースで走ってる時だろうが、いつも絶えず前後のバランスが整ってるので、路面のグリップに、もちろん絶対的なスピードは左右されますけど、コントロール性とかを、が左右されないですね、路面のグリップで。なんか例えばウェット路面だと、ちょっとナーバスになるよねとかっていう話がないです、この車の今のバランス。これお見事、お見事。すごいと思います。これ本当いいですよ。メカニカルから空力に移行するのも全部シームレスな感じで。いやー、これはお見事っすね。うわ、来てよかった。
やっぱこういう風にクローズコースで同一条件で確認するとわかりますね。いやーすげえ。 S660 ご興味ある方はモデル X ちょっと高いですけどね、高いですけど注目して損はないかと思います。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。モデル X は本当こういう機会設けていただきありがとうございました。大好きですこういう機会、うん、比較ものありがとうございます。自分ではできませんので、ではでは失礼いたします。イカライフォーさあ、まあ今乗ってきてちょっとね、やっぱこの効果すごかったですね。モデル X でこの S660 で大事にしてるのはこれ透過リフトなんですね。空力って絶対的にバランスが大事で、純正で言うとある意味フロントが結構下がりすぎちゃうっていう、まあそういったちょっと空力バランスなんですね。まあ逆に言えばリアの抑え込みが少ないっていう、まあそういうのも言えると思います。透過リフトバランスにするためにこれは選択ができるアクティブリアスポイラーにこのガーニーをつけて、これでリアを沈め込まして、でバランスを取るっていうのをやっております。そういう透過バランスはウイングだけじゃなくて、まあウイングでも結果的には調整はされますけれども、一番大事なのはまずは空気の後ろ側の排出をコントロールする前にはまずは空気をいかに綺麗に吸うかっていうのが大事なので、フロントのこのエアロガイドフィンですよ、この下側に、あ、ちゃんと鏡があった、ここにちょっとほらポコポコってこのガイドフィンがあるんですよ。このガイドフィンがあることでこの下側を流れる空気の流れ、まあレールを通してあげるような形ですね。なので綺麗にまずはこのお腹の下の中央あたりに風を流速高く流そうっていう、ちょっと CFD 解析を見せてもいただきましたけれども、僕のわがままを言って本当このやっぱお腹の下にすごい速さ流速で流れております。でやっぱここも相当関係してましたね、その CFD を見る限り。僕が走行中に結構フロントが押さえつけられるっていう話も言ってましたけども、これがやっぱ相当効いてると思います。あの CFD で言うと、要はハンドルを切った時にタイヤがニョキッと顔を出すじゃないですか。その顔を出した時に、タイヤの周りでやっぱ乱流が発生して、それがサイドを流れる空気を乱して、あの旋回中のちょっと安定感とか損なわれるとか、フロントの接地感が損なわれる。でその時にこのガイドフィンがあると、この外側に空気の膜を作るような形で、ガイドラインを作るような形でタイヤを多少切ったとしてもそのサイドを流れる流速に影響を及ぼさないっていう、やっぱそれで結構ハンドリングが安定するっていうのがありますね。さらに注目はこれやっぱダンパーですね。でこのダンパー本当バランスがいいです。まあ、伸びと縮みのバランスがいいですね。本当伸びと縮みのバランスがいいと、もう重心点変わらず路面から離れるような伸びロールがあまりしないです。もう済むので、しっかりと沈み込みながら、沈み込みだけですとバランスが悪いので伸び側もっていう形で、で結構純正は伸び側を結構規制はちゃんとしているので、あのミッドシップとしてピーキーな動きを収めてはいるんですけど、ちょっと伸び側が規制されすぎてる感じもあったので、それが本当調整されてるような形です。このバンパーの後ろ回りで、ここ少し普通下を流れてくる空気ってこのバンパーの裏で溜まりそうじゃないですか。でもこれ溜まらないですよ。というのも、例えばこれバンパー形状、これ用品車でも一緒ですけれども、この下見た時にこのバンパーのここって裏側、ここ手が入っちゃうんですよ。ここに空気溜まりそうじゃないですか。この車の床面ってこの高さなんですよ。この高さから下にバンパーが来ちゃうとここ空気溜まりますけど、ここの流速がすごい速いので、このバンパーの裏に空気が溜まらないんですよね。だから流速をいかに中央部分を速くしてあげるかっていうために、フロントの実は空気の流入のところのあのガイドラインが必要なんですよ。だからあのガイドラインがないと、このお腹の下で空気がゆらゆら揺れて、だん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 流速が落ちていっちゃうので、でそうすると結構ノーマル形状とかで言うと、バンパーの裏とかのこの今手が入ったところのこの裏ですね、バンパー裏に結構空気だまりで、それが乱流発生したりとか抵抗になったりもするので、このお腹の中央部分をいかに空気を早く流すかっていうのが結構大事な要素でやっております。僕が今回、僕このホイールやっぱすごいと思いますね。ちょっとね、不思議な感じですよ。ホイールをこういう風に使うって、
フィーリングで言うと僕自信がなかったのでずっと数字が出てくるまでこれ発言しなかったですけど、あのなんかホイールがちょっと動いてる感じがモデル X 一般道で乗っててもしてたんですけど、それがやっぱそうでしたね。これ剛性低いんですよ、純正よりも。剛性をまあ低いっていう言い方するとだからこれ語弊が出るので、要はタイヤもよれるじゃないですか。だからまあタイヤのよれをコントロールするっていう意味では、もちろんホイールの剛性って高ければいいっていうのもあるんですけど、接合剛性は絶対高くないとダメです。でも接合部はしっかりとさせながら、このホイールのリム部分でちょっといなしを入れてあげるような形だから、これ純正よりもちょっと剛性が低いです。純正ホイールに対して Y 軸方向、だから横方向で言うとマイナス 30% で、この縦方向で言ってもこれマイナス 16%、 純正ホイールよりも剛性を落としてあげて、タイヤだけにインパクトショックが入ってそれでポンって滑っちゃうんじゃなくて、ホイールも最後若干いなしながらちょっとグリップの奥深さを出すっていうのもやっております。だからこのホイールとこの足回りとこのエアロパーツと、まあそれらのセットでモデル X は考えられているっていう総合バランスですよ。これ本当すごいと思います。だからメカニカルグリップと空力のバランスとホイール、まあもちろんタイヤまで含めて、なんかあのホイールの粘っこい動きもネオバの粘っこい感じとすごい相性も合ってますしね。じゃあ純正なんでそんな剛性高まっちゃうんだよって、そういう考え方でホイールをやってるとこって他ないんじゃないですかね。レーシングカーとかだと、まあ、僕レーシングカー乗ってる時って OZ のホイール選ぶか、実はレイズのホイール選ぶかで結構ホイール剛性が違ってて、その時はレイズその時3ピースだったので1ピースの OZ の方が全然速かったんですけど、タイムも、まあ、そういうホイールの違いで全然速さが変わる、フィーリングが変わるっていうのは、まあ、実体験でレースの時にしてますけれども、やっぱ一般車でこういう風にホイール剛性までしっかり使いながら乗り味やハンドリングにしっかり効果を出すっていうモデューロの考え方すごいと思います。まあ、そういう考え方で仕上がっているので、まあ、僕が今日走って感じた通りの、うん、効果が出てるんだなと思います。まあ、車正直なのでやったらやったなりのちゃんと反応が返ってきてて、ちゃんと商品になってるって、だからここまで踏まえてモデル X の価格は考えるといいかと思います。